こんにちは、アミラーチャンネルのアミです。今回はつくば市にやってきました。ここはつくばエキスポセンターです。ここで宇宙のことを見てみたいと思います。私が今一番楽しみにしているのはプラネタリウムです。どこまで撮影できるかわかんないんですけど、早速行ってみたいと思います。行ってきます。こちらのチケットをゲットしました。入場料とプラネタリウムが見れるセットで1000円でした。で、ここからこの中に入りたいと思います。展示場になっています。わー、すごい。あ、すごい。なんだっけこれ、宇宙服だ。すごい、宇宙服だ。こんなマッチョになっちゃうんだ、服が。すごい。これ船外活動ユニットっていうみたいです。すごい、本当に宇宙飛行士さんいる。ほら、すごい。あ、野口さん有名。こっちは、うわ、なにこれ、ロケット。うわ、すごい。外にあったやつと一緒かな。これは何？深海6500って書いてありますね。深海泳いでるやつかな。耐圧。あ、そうだ。水圧に耐えられるようにコックピットは軽くて丈夫な下部を使う。すごい。3名の乗客。大きいけどなんだかシンプルなデザインですね。あ、海底 6500m の世界まで行けるみたいです。すごい。有人潜水調査船っていうの、マニピュレーターっていうの、実物、実物です。すごい。すごい。次はマニピュレーター未来薬局だって。へえ、すごい。これは何？あ、これは地球深部探査船って書いてあります。地球って名前みたい、そのまま。へえ、船みたい。あ、船か、船だもんね。こんな風になってるんだ。泥水タンクとかも見えて、中までちゃんと見えるようになってるんだ。すごーい。これ実物だったら相当大きいんですよね、きっと。これは深海6500の覗き窓って書いてありますね。あ、水圧に耐えられる高いメタルですとか。こんなになっちゃうんだ、豚面。圧縮ってか、ちっちゃくなってる。私も海に行ったらこんなちっちゃくなっちゃうってこと。水圧がすごいんですね。あ、こんなか入れるんだ、すごい。ちょっと怖い。あ、今の浸水が2400m 上がってきた。今 1000m いるみたいです。魚が普通にいるやつですね。浸水の中でした。プラネタリウムを見てきました。やっぱりちょっと中を撮影できなかったんですけど、なんか映画を見てるような感じですごく楽しかったです。最後にこのリポビタン2をもらいました。で、こっちにははやぶさのギャラリーがあります。写真みたいなんですけど、もう本当にこれを見ました、映像で。すごいリアルですごい楽しめました。で、こっちに歩いていくと、プラネタリウムの技術のお話とかがここに書かれてたり、あとは
バスボットとかコスモセマルとかっていうのがいろいろ展示されてますね。でなんかここに昔の制服っていうか衣装が展示されてるんです。すごいですよね、歴史を感じます。へえ、T シャツっぽい。あ、これすごい昔っぽい。へえ、あ、これなんか駅長さんみたい。イベントがあった時の衣装なんですかね。こっちにもたくさんある。これは住友か。すごいカラフルなおしゃれ。あ、これいい、なんか宇宙っぽい。すごいですね、こんな感じに両脇にいろんなものが展示されています。ここにもチョウザメがいる。なんで。向こうにも展示場があるみたいですね。すごい車が止まってる。じゃあここをじっくりご紹介したいと思います。こちらは子ども向けに作られた科学を体験できる場所になっています。はい、中はこんな感じに広がっています。ここにエアバズーカとかもあって、さっきやってみたらちょっと弱めなんですけど空気がボーンと出てきました。でこっちには振り子で砂模様とかっていうのがありますね。鏡の部屋だって。ボール、あ、いいの、もう入って。え、あ、すごい、私が何人もいる。すごい、私が何人もいます。こことかやばい。いっぱいいる。面白い。え、こっち、あ、こっちにも無限ミラーだって。ここに立って手、自分を見ながら片手を上げてみましょう。あ、向き合ってるってこと？こっちにもこっちにもいるよってことかな。すごい、こんなに自分いたの初めて。楽しいですね、これは。楽しそう、絶対ジャイロだって。遊んでますね、子供たちが。楽しそう、いいですね。はい、こんな感じで科学を体験できます。ということで、今回はつくば市にあるつくばエキスポセンターに遊びに来ました。小さいお子様から大人まで楽しめるものがたくさんあるので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。プラネタリウムおすすめです。ありがとうございます。アミラーチャンネルのアミでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。